食事、洗面、便通、入浴の他は、常に寝ていること。談話、読み書き、ラジオを聞くことなどを禁ずる。間食、タバコ、歌、口笛、手仕事、その他一切退屈を紛らすことを禁ずる。食欲に応じて食べ、眠れなければ眠らないこと。雑念が湧けば、これを無理に払いぞこうとせず、そのまま雑念していくこと。聞こえる音はそのまま聞き、 見えるものはそのまま見ておくこと。不快な症状が起こった時はそのままにしておくこと。常に医院や看護婦の指揮に従い、厳重に両方を守ること。治療を守られない方は退院を求めることがある。